第一機構師団はアメリカ陸軍の師団の一つ。アメリカ陸軍で最初に編成された機構師団であり、第二次世界大戦や湾岸戦争などに投入されている。1932年に編成された実験的な機構部隊が前身となっている。編成は機兵部隊に反を取ったものであった。その後、いくつかの機兵連隊が機械化されるなど、機械化部隊が増強され、 その運用に経験が蓄積されるようになった。1940年に第7騎兵旅団を改編され、第1期講師団となっている。ウイジンは第二次世界大戦中の統治作戦である。1943年にはイタリア戦線に投入された。1946年には一度廃止されたが、1951年には朝鮮戦争に伴い再編成された。 1971年にはドイツに移住している。1990年にはサウジアラビアに派遣され、1991年の湾岸戦争に投入されている。その後、ボスニアの平和維持活動にも派遣され、イラク戦争に際しても部隊を発出している。現在、第一機構士団は、士団司令部の霊下に2個重旅団戦闘団と2個不評旅団戦闘団。 一個不評旅団戦闘団、その他の師団直轄部隊を配して編成されている。また、師団司令部は NBC 対策部隊など特殊兵科の部隊とともに、師団特別任務大隊を編成している。第一気候師団の組織図。ただし、第五旅団戦闘団は描かれていない。第一気候師団公式ツイッター。ありがとうございます。